ジール、お疲れ様でございます。ありがとうございます。あた、いや、変わってる。変わってるっぽい。うん。うん。お、来た来た来た。どうも。梅ちゃんです。やべ、ステッカー飛んだ。というわけで、全国50億人の RT in Japan 様、2021、視聴者の皆様、お待たせいたしました。ゲーム、エアホッケーアップゲームパックの奏者、今日はレッドブルを飲み、レッドブルを飲み、翼を授かっている、うんべちゃんと、解説実況の福ちゃんと申します。よろしくお願いします。お、早速、プシュッと。というわけで、まあ、普段私たちは様々なシューティングゲームをしなんでいるものなんですが、今回はなんと、エアホッケーでの参加となりました。このエアホッケーが、どういったゲームか改めて説明いたします。このゲームはダットジャパン社が開発したゲームになります。かつては富士通製のパソコンにプリインストールされていたこともあり、子供の頃に遊んだことがあるという人もいるのではないでしょうか。ゲーム自体は、7点選手デュースなしのシンプルなエアホッケーとあります。操作も簡単で、マウスでバレット、まあ、このパック打つやつを掴んで動かしてパック打って相手のゴールに入れたら1点という非常にシンプルなゲームとなっております。まあ、普通に遊ぶと後半の敵は超反応でパックを返してきて、まあ、半ば無理ゲーのような難易度になっているんですが、今回の RTA では絶対に点を取ることができる2種類のテクニックを使用し、5体の敵を撃破していきます。まあ、テクニックがどういうものかは実際にプレイを見るまでお楽しみにしておいてください。 RTA に使われるテクニックの詳細に関してはプレイ中に解説の福ちゃんより説明していただこうと思います。はい、説明させていただきます。はい、続いて目標タイムなんですが、4分以内のクリアを目指しております。自己ベストは3分31秒ですが、まあ、正直一発勝負でこれを超えるのはなかなか難しいところなんで、森の動物たちの機嫌次第でありますが、まあ、いいタイム出せたらいいなと思います。ではタイトル画面に戻って、ゲームスタートを選んだタイミングで、タイマースタートとなって、5体目の敵ジュピター相手に7点を取り、真ん中に勝ちという字が表示されたらタイマーストップとなります。3カウントで始めたいと思います。では一度タイトルに戻ります。あ、始めます。 3,2,1 ゲームスタートです。皆さんグッドラックありがとうございます。画面見えてないですが、多分グッドラックいっぱい来てると思います。じゃあこれからの以降の解説は私福ちゃんにさせていただきます。では早速ムンベちゃんさんやったんですけど、今のはマレットの特定位置をクリックすることで確実に点数を入れられるテクニックとなっております。まあ、このテクニックを使用することで開幕で速攻で点数が入れられるってやつですね。はい、ちなみにこのテクニックの発見者は奏者のムンベちゃんさんとなっております。私が見つけました。発見者俺でございます。いやー素晴らしい。まあ、このあとロゾーに関しては普通にエアホッケー、普通にね、普通に、まあ、今1点取られたと謎の強打がありましたが、うん、まあ、基本的に普通にエアホッケーします。うん、遅延すんな、遅延すんな、遅延すんなと。ここはロゾー遅いんですよ。ほらちょっと本番だからってさ、すぐ張り切るのとロゾーもやめて。それやばい、本当にやばい。これあれでも一番強い。おー勝ち勝ち、この絶望の顔ね。素晴らしい。じゃあ2戦目 CCF に入っていきます。はい、でここからはそのゲームの難易度が分別サーブですね。ここからはゲームの難易度が上がるためお祈りが必要になります。皆様どうかお祈りの方よろしくお願いいたします。まあ、というものを見てご覧の通り、マウスを高速で動かしてパックが、ね、相手のゴールにぶっ刺さることを祈るっていうだけなんですけどね。まあ、エアホッケー界隈、まあ、我々の間では現状このようにして祈るのが一番早いという結論に至っております。ちょっと早いですね、にしても。おー6点、ね、さあこすりにこすってこすってチースケノックアウト。あー取られた後マウスこの辺に置いとくと勝手にサーブ入る、勝ちこれですね、戦場のおっさんサバという方がですね、あの見つけたテクニックがありまして、うん、戦場サーブと我々の間では呼んでおります。そうですね、まあ、2人しか呼んでないですけどね。一応本人かは両長君です。まあ、このようにまあまあ、入れられた。でここで戦場サーブで速攻で得点を入れ返す。でまたまあ
マウスをこすって、はい、入れられたので戦場サーブで打ち返し、でまたマレットを高速で回転こすってこすってバズってを入れる。いやこいつの、はい、おーいい、ルンちゃんいいね、ルンちゃんいいよ、いいよルンちゃん、いいよいい、やるマッチ早いよこれ。さあ、あった、あー出た、いや3点はね、3点は早いルンちゃん、おーはい、この絶望の顔ご覧ください。もう森林伐採かかってるからねこのゲーム、いや知らんけど、え、これ慎太郎、はい、はい、素晴らしい。で、この慎太郎くんはね、元人間説が今あるんですよ。え、完全に人間だからね。うん、そうそう。で、まあ、完全に人間のそれだからね。こつって。さあ、まあ、人類の都市開発のための森林伐採をね、を防ぐために選ばれし5人の英傑、その慎太郎、かつてのユータの英雄、旧友が今、そこに立ち塞がる。やったっけ？オッケー。メフクちゃんがね、めっちゃ台本にないこと読んでくんの。さあ、都市開発の総研はゆうたくんの勝ち、勝てる、勝ち、早い。これね、相手も6点になるとマッチポイントって表示されてタイムロスになっちゃうんで、うん、これも最後です、10分です、もう最後ですよ、最後。じゃあ、はい、勝って、はい、勝ち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 、はい、もう勝ち、はい、いいねー、素晴らしい、いいよ、はい、っていきましょう、祈っていきましょう、バズっていきましょう、あ、入れられた、で、ここで戦場サーブで打ち返し、7点取った瞬間もう勝ち出るんで、はい、マストップ、はい、そこでお願いします、こすって、そこで入れる、そこで入れる、いいねさあ、速攻でこすって、わー、早い、早いぞ、リフター戦、やばい、やばい、やばい、これ10点、あれ出るかも、これ、ゴールド、ゴールド出るかも、ゴールド、いやでも早いよこれ、これだジュフタン、いけ、勝ち勝ち、やりました早い、勝ちました、おめでとう、はい、ありがとう、おめでとうありがとういやー素晴らしい、ね、いつでも私のことを褒めてくれる、うん、とてもね、優しいゲームとなっております。そうですね、おめでとう、で、7点取って GG となります、 GG、 皆さん GG ありがとうございますというわけで、では、完走した感想ですが。はい。いやこれね、ホッタロ、ムンベサーブ、その1点目クリックするとこをミスると、最悪6対7で負ける可能性が出てくるんで、ちょっと怖かったんですけど、かなりスムーズにいけまして、すごいほっとしております。というわけで、この後私は、レッドブルをね、飲んで、またね、このカップヌードル食べて、やべ、映ってかな。アップルード食べて、ね、勝利を祝いたいと思います、では解説の福ちゃんからも何かあれば、まあ、そうですね、まあ、私からタイム的な話になるんですけど、まあ、ちょっとトロゾーレがだいぶあ、そうですね、トロゾーは本当にね、うん、やらかしたというか、まあ、あいつめ、うん、そこ以外は本当に素早く決まって、本当にジュピタンもゴールド出るぐらいのすごく素早くできてて、うおー見ててすげえ熱いプレイだなっていうふうに思いました。ありがとうございました。はい。ちなみに、気づいた方、多分今もいらっしゃったと思うんですが、私ね、このゲーム、99勝で完走してますんで、完走、ね、100以上はなかったんで、多分120、30勝ね、してるかなと思います。はい。でですね、まあ、あとこのゲームの、宣伝になるんですけれども、現在、このゲーム、マイクロソフトストアで、販売されてまして、全5面のうち3面までは無料で遊ぶことができます。慎太郎戦、ジュピタン戦はですね、課金が必要になりますが、それぞれ150円、合計300円と非常にリーズナブルになっておりますので、まあ、安い皆様ぜひお買い求めください。で、現状を確認できている中で RTA 奏者、我々2人しかいません。ただ RTA 上のテクニック非常に簡単ですので、皆様のね、隙間時間にできる RTA として非常におすすめとなっております。私のプレイを持って興味を持っていただいた方、久しぶりにこのゲーム遊びたくなった方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。テクニックの細かいクリックする位置、マウスのカーソルの合わせる座標などは、私たちの Twitter や配信などで、聞いてくれればいつもお答えしますので、ぜひお気軽に聞いてください。もし走者が増えましたら、いずれレースやトーナメント企画もやりたいと思っています。うん、やりたいですね。隙間時間さ。はいね、誰、
ちょっと最後にね、ちょっと個人的な宣伝も一つさせていただけたらと思います。8月の21日、22日に、ドンパチリレーという、弾幕シューティングのドンパチシリーズに、捉えたオンリーのリレーイベントがあります。私はそれに運営として関わっています。で、今回の RTA ジャパンでは、シューティングのスーパープレイ枠も採用されており、ドンパチと同じ警部が作ったデススマイルズメガブラックレーベルなども今回採用されていますので、それを見て、シューティングも面白いじゃんと思った方は、ぜひこのドンパチリレーもご覧いただければと思います。以上になります。福ちゃんからも何かありますか？そうですね。カンストのコメントいくつかありましたね。カンストといえば、私福ちゃんもカンストをするゲーム、グレート魔法大作戦などのシューティングゲームの配信を普段やっておりますので、ツイッチで配信やってますので、もしよろしければご覧になっていただければと思います。以上になります。はい。では、これで、やぶってアットゲームバックの、ランはこれで終わりになります。皆様引き続き RTA in Japan お楽しみください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。じゃあこれで締めて OK です。